ある時、杖言葉という言い方を耳にしました。もうダメだという時に、自分を支え、再び立ち上がらせてくれた言葉たち。文、五木寛之。杖言葉、五木寛之著。ある時、杖言葉という言い方を耳にしました。ともすれば、しゃがみ込みたくなるような時、人生の苦難の旅路、旅路を共に歩き、その一歩一歩を杖となって、支えてくれる言葉を指すのだと言います。人間は言葉によって傷つき、また言葉によって癒され、救われることは、もはや当たり前のことでしょう。ことに日本人は昔から、言霊、言霊と言って、言葉には霊、霊が宿り、特別な力があると信じてきました。日本だけではなく、東洋の宗教やヨガの行者、行者は、神仏、神仏への祈りや、参加、参加をマントラという短い真言真言に込めて、ショートなあえてきました。キリスト教文化では、言葉をロゴスと言い、新約聖書、新約聖書の中で、初めにお言葉があった。お言葉は神と共にあった。お言葉は神であったと書かれています。洋の東西を問わず、言葉は単なる言語の働きを超えた、力ある実体と考えられていたようです。杖言葉とは、そのような霊力ある言葉が、杖の形に変化して、倒れそうな人間を、支える、そういうことなのではないかと思います。私自身、もうダメ、ダメだと思うときに、いくつかの言葉によって、支えられて、今日まで生き延びてきました。大崩れ落ちそうな自分、もうて、諦めてしまいそうな自分を支え、再び立ち上がらせ、もう一歩進んでみようかという気にさせてくれるのが、杖言葉なのです。それは、人生、かくあるべきだといった、大序談、大序談に構えた進言、進言、金言、金言ではなく、もっと、もっと、さりげない言葉、素朴、素朴な言葉のような気がします。日々の暮らしの中で、どうにもこうにも行為、きずめ、詰まり、立ち止まってしまったとき、その言葉を思い出し、固まった心身をほぐしてくれるようなもの。で言えば、長い連載小説を放課得ているとき、どうしても、アイディアが浮かんでこないで、もう投げ出してしまいたいような、衝動にくかられることがあります。そんなとき、ふと心の中で、今日、響いてくる言葉があります。継続、継続は力なり、そのことわざに、妙に納得させられるのです。そうか、継続は力なりか。不思議なことに、その言葉が一つの、抵抗となって、そっと背中を押してくれるのです。そして、もう一歩を押し出してくれるのです。重い荷物を背負って、山を登らなくてはならないとき、よっこらしょと、自分自身にかけか、け声をかけて、立ち上がる。そのよっこらしょ、に当たるのが、杖言葉なのではないでしょうか。修行、修行で霊山、霊山に登る人たちは、山伏の格好で、金剛杖、金剛杖をつき、六根症状と唱えながら、一歩一歩進んでいきます。ここに紹介する言葉は、みんな、私が日々の暮らしの中で、辛いなと感じるときに、思わず口をついて出る、よっこらしょなのです。ブッダは死のとこで、うろたえ、絶望する弟子たちに、自分が亡くなった後は、これまで教えた方を自らの中にしっかり根付かせ、それをよりどころにして、他人に頼らずしっかりと生きなさいと、ゆさとしました。それが、自灯明、法灯明という教えとなって、伝わっています。自分をよりどころにせよ、法をよりどころにせよというブッダの教えを生きるためには、ともすれば崩れそうになる自分を支える、杖言葉が必要なのです。天転ばぬ先の杖ということわざがありますが、この時の杖とは、先人たちが、生活の中で得た、知恵の言葉なのかもしれません。人生の折り節で、私を支えてくれたのは、古くからのことわざや格言の類から、法然親鸞蓮如と続く浄土系の宗教者の言葉、キリスト教の聖書や西洋の哲学者の言葉まで、いろいろあります。ここに紹介したのは、ほんの一部です。このようにして、私は難儀な時を乗り越えてきました。これからも、杖言葉によって支えられて生きていくことでしょう。その時にどんな杖言葉と出会えるか、年がいもなく、少しワクワクしています。前書きに変えてより、